皆さんこんにちは、こっちみなみです。今日は個室サウナに向かっています。いつも通り一人 Vlog になるんですが、最近はコラボとかもあって一人じゃなかったか、本来はね一人好きのによる一人 Vlog なんで、外苑前のスウェイというところでね、私も 2,3 回来たことがあるんだけど、前回はヘッドスパ受けて、すごい一人でも入りやすい雰囲気なので一人好きさんにおすすめです。あとね、別件というかなんか一人暮らし歴何年ですかみたいな聞かれることがあって、最近もう冷静に 6,7 年ぐらい経ってるんだと思うと、なんとなくねショックではないんだけど、一人プロだみたいな一人暮らしのプロだなみたいな思って、そんな一人プロによる一人好きの Vlog になっております。楽しんでいってください。この鏡の形が可愛くない？で、水風呂とシャワー室のここグリーンを基調にしていて、そのタイルがめっちゃ好きです。シャンプートリートメントはおさじですね。おしゃれ。水風呂はコンパクト。結構あったかい。広々ですよ。ここ4人用の部屋かな。サウナから4人用のお部屋で、こんな感じになっております。この木の板がなかなかいい味出してますね。早速着替えていきます。今日のシャツなかなかこの部屋と合ってない。これこの間アンスリードのセールで買ったんですけど、結構気に入ってます。はい、着替えました。毎回最近これなんだけど、渡りつぐみさんが作ってるブランド TW で、これ以外もう着ない、一生これを着てるかもしれない。ちょっと色違い買おうかなって最近思ってます。私は家でいつもあつ森、あの動物の森の作業用動画を流していたり、結構ねしまくりをね見るのが好きなんだけど、みんなは何を見てんのどうですか？ここにさ高い飛び箱みたいな段になってて、登ったら結構温度高めに感じると思うんだよ。今足しか映らん足しか映らんけど、あ、結構違うね、結構違うね。汗かくのを早めたい人はおすすめ。ここお、だいぶね汗かきました。すごくない？こんなにおしゃれサウナで毒汗がかけますよ皆さん最後にあれをやって、あのロウリュをやってね出ようかなと思います。このさ焼き石に水の音ですって感じのジョアーがさ、すごいいいよね。湯気出る体から。水分補給大事なので、みんなちゃんとサウナ入るときは飲んでくださいね。なんかさ、サウナ入るときの体勢って迷わない？みんなどういう体勢で入ってますか？私はこんな感じかな。ほっこりした空間なのにしっかり整うっていう。ひとまずここで氷にしっかな、あと1セットぐらい入って帰る準備しようかな。思わずずっと見てしまうけど、めちゃくちゃ居心地が良くて。飲み物をね最後に買うか迷って、今日は買わなかったんだけど、すごいパッケージが可愛いドリンクがいっぱいありました。
いいサウナに入れて今日もルンルンだったので、あ、ここね青山なんだけど、この近くに私がよく行くカフェがあって寄って帰ろうかなと思いました。なんかこの日はアーティストの人が壁に絵を描いてて可愛くなってましたね。今日はもうこれで大丈夫です。フリーって、はい、フリーです。ありがとうございます。ポイントカードなんかつけてたら今日一杯無料でした。みんなは通い詰めてるカフェとかってありますか？なんか落ち着く場所があるといいよね。今夜は仕事帰りの地元の友達をうちに招いているので、ちょっと片付けなどをこれからします。何がいい？なんかいろいろな割り方を準備したんだけど、え、何があるの？それままでしか飲んだことないんだけど、今までココアリラでしょ、うん、何の話をしてるのかと思った人も多いと思うんですが、今日はアスちゃんと一緒にねココアリラをいろんな割り方で飲んでみないかというサウナ後の晩酌会です。でもなんか良くない？こうやって置いてあったら、うん、意外となんかクラシカルみたいな雰囲気ある。調べたんですわ。何がいい？え、まずこれじゃないのか。コーラ？コーラじゃない、コーラあ、でもレッドブルじゃない、これモンスター。モンスター割りにする。ちょっとね、これさ、そこがさ、葉っぱの絵になってるの知ってた？知らなかった可愛くない？これ可愛い、黄色くてちゃんと色が分かれてる、見て。あ、綺麗じゃない？ちょっと待って、これで写真撮ろうとします。綺麗よ。次、こうちゃんどうかな。こうちゃんそれなんかすごい合うって書いてあった。あ、そうなんだ、うん、先に1対4ぐらいだって、うんうんうん、すごい緑だよね。じゃーん。あ、どう？色めっちゃ変わってない？本当だ、茶色になった。あれは緑と茶色、やっぱ茶色が勝つんだね。飲む？飲んでみて。いいよ、いただきます。紅茶割り、うん、うん、美味しい、美味しい。飲んでみて。いただきます。紅茶割りいいね、うん、これは結構飲みやすくない？うんうんうん、飲みやすい。コーラは1対4で。すごい緑じゃない？え、こう見ると綺麗やね。うん、うえ、いくよ。おかコーラ、おかコーラだねおかれろコーラで、おかコーラ。うん、おいしい、おいしい、おいしい。結構甘い。あー、コーラ割りって飲んだことないね。うんうんうん、飲みやすいよ。これは結構いい、うん、アウトドアにおすすめ。すごい酔っ払ってきたもん、ちょっと私。ああ、あったまるね、なんか、うん、ポカポカしてる、ポカポカしてるこれ何、体にいいのかな、実は。体にいいハーブが入っているって書いてある。本当に？そういう推しでもあるんだ。美味しいけど、めちゃうから今すごいサウナの後ねこのまま眠れそうなんだけど眠りにつけるね。アイスね、うん、コンビニアイス、どうぞ。え、ありがとう。どうしよう、緑緑やろ。確かに緑緑ちょっとね、昨日はチョコレートもらったの、台湾の友達に。うん、一口食べたけど、あと残ってる。うん、コーナーベーカリー63知ってる？いや、初めて聞いた。台湾のチョコレートなんだ。あ、そうなんだ。台北って書いてある。どうぞ。オランジェット食べていい？いいよ。いや、最近ハマってるんだ。アスちゃんはショコラオタクなんで、ね、いただきます。はい、オランジェット、うん、美味しい。うん、見たチョコとあって、うん、オタク気質なのっていいよね。
もうずっともう食べたくなる。アスちゃんって本当にワンタクでさ、うん、なんか中学校で知り合ったじゃん、うんうん、私たちの行ってた中学校ってめちゃくちゃオタクが良くなかった逆にオタクの方が勢力が強くて、うん、私はなんかモッテキセーラー服とか鈴宮春日とか羽羽ゆかいね、あそう一生懸命覚えたもんカラオケで歌えるようにしないととか思って踊ってたね、みんな。私は踊れないけど、みんなは言い過ぎか、うん、この間何かで見たんだよね、なんか X かなんかで言って、懐かしいね、でも、うん、17年前らしいよ、ラキスタが流行ったのって。やばくない、そんな前、そんな前って、そうだ、だってじゃあそしたら12歳とかってこと、12歳とか、私中1の時に流行ってたことだ。でもそこは息が長かったんじゃない、あなるほどね、うん、一生懸命ライトノベルとか読んだんだけど、ラノベあった、私このザクザクチョコ好きなんだよ。ああ、どう？このジャリッとした感じ。このジャリジャリの名前って何なの？この間話題になったっけ？私たちが。ジャリジャリはあれナッツとかじゃないの？ナッツだったりクランチだったり。このジャリの名前ってあるのかな？私ジャリジャリ系のチョコが好きなんだよね。言うときにさ、うん、何系っていうの？チョコ。名前ある？名前とかあるの？たまにお酒を飲むのがいいですね。うん、すごいしっかり酔っ払ったね、結構ね、家飲みいいよ、うん、リラックスする、かなり、うんうん、じゃあ皆さん、おやすみなさい